サイエンスライター、北丸雄一の地球放送。今回はカンブレ家の王者、アノマルカリスについて語ります。アノマルカリスが発見報告されたのは1892年。何やらエビの尻尾みたいに見えますね。でもエビの尻尾にしてはちょっとおかしいんですね。例えばエビの殻に泳ぐためのヒレ足がありますよね。でもね、 アノマルカリスのこの部分、足だとしたらかなり奇妙なんです。レ足というよりはトゲのように見えますよね。尻尾の形もエビとは随分違いますね。トゲがずらずらっと並んでいる。アノマルカリスという名前も、奇妙を意味するアノマリーと、エビを意味するカリスを合成した言葉なんですね。つまり、奇妙なエビという命名です。 次にアノマルカレス研究が進むのは1911年。米国の古生物学者、ウォルコット・博カスの発見です。博士はガーなどのバージス血岩から、たくさんの化石を見つけて報告しました。奇妙なビアノマルカレスも見つけたし、生子と思われる新種、ラッガニアも見つけたんですね。ラッガニアは綴りからすると、ラグガニアとか、 ラガニアとも読まれたりします。ラテン語を見するとラッガニアですね。名前の由来はですね、発見近くのラガニア湖。今はルイーズ湖と呼ばれています。博士はラッガニアナ生湖と考えたけど、確かにそう見えますね。キュウリみたいな体に丸い口がついています。博士が報告したもう一つの新種がペイトイヤ これも依頼は近くの地名でペイトーですね。実はね、これらのカスキ、大まかに同じ動物なんです。ペイトウや口の部分でした。ラッガニアはね、口と胴体の部分。そしてアノマルカリスは捕獲器官だったんですね。このことが分かったのは74年後の1985年。全部が同じ動物だったので、一番古い命名が有効になります。 ペイトーヤとラッガニアは命名が1911年。それに対してアノマルカレスは1892年。アノマルカレスが一番先の命名なので残ったんですね。さて、アノマルカレスを一躍有名にしたのは米国のグールド博士。グールド博士はアノマルカレス発見の歴史を良いものとして取り上げて、カンブレバカースと奇妙動物、 アノマルカリスを世に知らしめた人。でもね、グールド博士はこの過程でいろいろ悪さをしているんですね。例えば、ウォルコットはペイトウヤをクラゲだと考えた。それも体に穴が開いた、奇妙なクラゲとして復元したかのように書き立てているんですけど、これはね、真っ赤な嘘なんですね。確かに100年前、ウォルコット博士はね、見つけたペイトウヤをクラゲだ。 と考えたんです。でもこれにはね、ちゃんとした理由と根拠があるんですね。ウォルコ高瀬はね、ペイトウヤに放射状の平行線が残っていることに注目しているんです。強調するとこんな感じですね。ウォルコ高瀬はね、これをクラゲの体内を知る消化管だと考えたんですね。つまり博士はね、ペイトウヤ内部構造をこう見ているんです。そして本体の周りにぼんやりとした ひらひらが見えている。これはもしかしたらわずかに残ったアノマカレスの皮膚だったのかもしれないんですけど、ウォルコ・タカスはね、これをクラゲの傘をしとるひらひらだと考えたんですね。つまりね、こんな感じで海底に沈んで、化石になったクラゲだと考えているんですね。さて、ここまで特徴的だと、ペイトウヤがどんなクラゲか確定できるんです。 クラゲには大まかに言って右のようなグループがいるんですけど、まずね、二つのグループはペイトウェアと関係ないですね。なぜならこれらのグループは傘のうちから目立つ触手を生やしている。でもペイトウェアにそんな縮小は見当たりませんよね。さらに傘のうちにヒラヒラがあるというとね、一つのグループだけが残るんです。それはね、タコクラゲのグループ。水族館で人気のタコクラゲや、 大発生するエ s ンクラゲなどがいますね。ウォルコット博士のペイトウェア復元はね、グールド博士が言うようなこんなおかしなものではなかったんですね。ウォルコット博士の論文を読む限り、博士のペイトウェア復元はね、こういう感じになります。ウォルコット博士のね、この復元は結果的には間違っていました。だけど推理の筋はしっかりしていたんです。真っ赤の嘘をかき立てたグールド博士とは違います。 では、アノマルカリスの正しい復元とはどんなものなのか。三つのパーツを合体させるとこうですね。頭部の捕獲器官はアノマルカリスだった。口やペイトウヤだった。そして胴体はラッガニアだった。これがね、バラバラになった体を元に戻した姿。このことが分かったのは1 9 8 5年。ただしね、研究を進んでみたら状況はもう少し複雑だったんです。 1915年当時の復元はね、複数の金融種を混ぜていたんですね。例えばね、アノマルカリスの口はペイトウヤ型ではあるんです。だけどね、ペイトウヤそのものではなかったみたいなんですね。ペイトウヤの口の構造はね、4分円でした。つまり円を4等分している。でもね、アノマルカリスの口の構造はね、3分円。つまり3等分だったんです。このような微妙な層があったけど、アノマルカリスはね、 1915年に基本的な形がわかりました。この異業を成し遂げたのがイギリスのウィッティント博士とそのグループ。ウィッティント博士はね、論文でこう書いています。アノマルカレスは節足動物ではない。節足動物を満たした祖先群から進化した動物だ。そしてこう付け加えています。節足動物が多系統で、複数のものなら、アノマルカレスも新しいものと目指すべきだろう。 ちょっと難しい言い回しですけどね。要するにハガスの言ってることは、アノマルカリスは接触動物と類縁があるんだろう。でも、接触動物が複数のグループだという説があるから、それに準じるなら、アノマルカリスは別の独自のグループでよくねまあそういう主張ですね。これを聞くと、あれ聞いた話と違くねと戸惑う人もいるはずなんです。アノマルカリスっていかなる動物群とも違う謎生物じゃなかったの そう戸惑う人もいるはず。これはね、またもやグールダクスの仕業なんですね。ウィッティンと博士が言いました。アノマルカレスは節足動物ではない。節足動物を生み出した祖先群から進化した動物で、節足動物が多系統で複数のもんなら、アノマルカレスも新しいもんである。そう言ったんです。それに対してグールダクスは、アノマルカレスは節足動物ではなく、全く新しい未知のもんであり分類群である。と書き立てたんですね。 グールド博士はね、自分に都合の良い部分だけを抜き出しているんですね。グールド博士はね、これをずっとやっている。ハルケゲニア5の倍数で体が作られているので、強いて言うと極秘動物。だけどあまりに違いが大きいから、現状では所属不明とみなすべき。といったことをグールド博士は、ハルケゲニアは全く未知の動物だ。と言った。オバビニアはそうですね。オバビニアは接触動物ではない。 接触動物を見立てた祖先軍から進化した動物であると研究者が言ったのに、グールダカスはオパビニア未知の動物であると書き立てた。カンブレバカースという言葉を世に広めたグールダカスのワンダフルライフ。この本はね、万事この調子で嘘だらけなんですね。こういう嘘だらけで信用できない本は歴史的にも存在します。例えば4世紀末に書かれたとされている歴史書。 ヒストリア・アウグスタ。ヒストリアはね、英語のヒストリー、つまり歴史の語源ですね。そしてアウグスタとは初代ローマ皇帝アウグストースのこと。この場合はね、ローマ皇帝の別称ですね。つまりヒストリア・アウグスタとはローマ皇帝の歴史という意味。3世紀50年にわたる内乱に陥ったローマ帝国の愛情、それを伝える唯一の歴史書なんです。ところがね、 この貴重な歴史書であるはずのレヒストリアアウグスタ、嘘だらけの本なんですね。例えば在253年から260年のワレリアヌス帝。このワレリアヌスさん、ペルシャ、今のイランですね、とも戦争に負けて捕虜にされてしまう。ローマ皇帝が捕虜になるという前代未聞の大事件に帝国は動揺してターに皇帝戦勝者が現れるんです。その数実に30人。え そんなにいたっけと呼びかりつつ役所を読んでいくと、この人物が皇帝を宣勝した事実は確認できないとか、この人物はそもそも存在が確認できないとか、そう注釈に書かれている。ヒストラ・アグスター、ーこの本はね、歴史書ではないんです。嘘だらけの歴史小説だったんですね。歴史家たちはね、大変な苦労を重ねてこの本の嘘を暴いてきた。ヒストラ・アグスターはね、 ローマ皇帝群像の放題で、研究者によって翻訳、注釈付きで出版されているから読んでみると面白いです。そしてね、世の中にはこういう本があるんですね。面白くて人気あるけど、事実確認すると嘘だらけという本。グール・ダーカスのね、ワンダーライフもそういう本だったんですね。そしてカンプレア・バカスという言葉も、この真っ赤な嘘から誕生したという事実は皆様お忘れなく。 巷に広まった都市伝説と違って、アノマルカリスは最初から接触動物と関連があると考えられてきたんですね。でもね、謎が深いことも事実なんです。最大の謎、それはね、アノマルカリスの足は一体どこにあるのか。僕もそうなんですけど、みんなね、あのヒレの下に足があるはずだ。そう考えていたんです。接触動物の足の構造はね、非常に独特です。 右は漫画的に単純化した三葉虫なんですけど、甲羅を外すとね、足はこうなっているんです。足の付け根からヒレのような羽のようなものが生えていますよね。多分、あのマルカレスのヒレはね、このヒレと同じものなんだろう。みんなそう考えたんです。だとしたらヒレの下に足があるはずなんですよね。みんなそう考えたし、僕もね、そう思っていました。 ところがね、足が見当たらないんです。アノマルカレスの足は一体どこにあるのか ?2015 年になってね、意外な答えが出てきたんですね。この動物はエーギロカシス。ノルウェーの海の神エーギルと、ラテン語でカブトを意味するカシスを合成した名前ですね。つまり、海神エーギルのカブトという名前。一般的にはね、 エーギロカシスの読みで通っていますね。このエーギロカシスは巨大です。50センチのアノマルカリスに対して2メートルにもなります。仲間の中では最大の種類ですね。生きていたのは4億8000万年前、オールドビスキーの前半、アノマルカリスにいたカンブラキの次の時代ですね。アノマルカリスで捕獲期間だったものは、エーギロカシスではプランクトンを集めるブラシになっています。 巨大な体で泳ぎ、プランクトンを食べる。繋がるエイギロカシスは、オルドビスキのクジラですね。さて、エイギロカシスはアノマルカレスと同じく、ヒレで泳ぐんですけど、実はね、この動物、背中にもヒレがあったんです。ヒレの下に足がある。それが接触動物の足の原型。だとすると、エイギロカシの下のヒレ、これは足が変形したものですよね。 すると、あのマルカレスのヒレ、これこそ皆が求めていた足だったのではないだろうか。あのマルカレスの祖先はね、足をヒレに変形させて、水中へと泳ぎ出したんですね。そしてエイギルカシスは背中のヒレをまだ残している。だけどあのマルカレスは背中のヒレを完全に失ってしまった。そして私たちはヒレを足だと思わずに、 足はどこにあるんだろうとずっと疑問に思っていた。答えはいつも目の前にある、そういう実例ですね。接続動物分かってもこのように未だに謎が多いアノマロカリス。例えばね、アノマロカリスの頭部に生えた捕獲器官、これは一体どこへ行ってしまったのかどうやらこの捕獲器官ね、進化した接続動物や頭部のこの領域ごとなくなってしまったらしいんですね。 次回はね、接触動物最大の問題、ヘッドプログラム。そして接触動物の歴史、5億年について語ります。では、また来週。